どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はなんですけれども、ロナカータの祠をクリアしていきたいと思います。で、僕今全体マップから見るとここら辺にいます。忘れ去られた神殿というところにいます。ここへの行き方なんですけれども、いろんな方法があるかと思うんですが、ヘブラの塔からパラセールで北東方向に飛んでやると簡単に着くことができるかと思います。で、今回の祠、すごい簡単にクリアできるんですけれども、祠に行くまでが非常に難しい。ガーディアさんのビームをね、避けながら進んでやらなければなりません。で、結構頑張りを消費しますんで、こういう頑張り包み焼きキノコとか、頑張りを回復させるようなアイテム、もしくは上限を増やすようなアイテムを持っていった方がいいかと思います。僕頑張りマックスなんで使わないかと思いますけどね。おすすめいたしますよ、頑張りを、復活させるようなね、回復させるようなアイテム。じゃあ今日行ってみたいと思います。で、こういう風に飛んでやります。そうするとこれで、ね、ガンディアさんがいっぱいレーザーを、ね、出そうとするんですよ。で、ピッてなったら、はい、こんな風にかわしてやると、ピッてなったらかわすと、そういうことを繰り返してやりますね。ピッてなったらかわす、はい、上昇して、はい、このタイミングでかわす、はい、動いてりゃね、おっと大丈夫かなと思いますね。で、ここまで来ればね、一旦休憩できるという状態になります。はい、同じこと繰り返しましょうか。で、次はなんですけど、あそこに風があるじゃないですか。風が上昇気流っていうんですかね、上昇気流のところで一旦レーザーをかわして右側に行ってください。実際やってみます。ウルボザの怒り、いつでも放てるよ。この上昇気流のところまで来て、ピッてなるまで、ピッてなったらこうですね。はい、ピッてなるまで待ちますよ。右側行って、はい、こんな感じですね。はい、もうここはゴールなんで、あとはもうまっすぐ行きゃ、はい、祠にたどり着きました。ロナカータの祠です。で、行きます。ロナカータの祝福、ロナカータの祠。祠の中はなんですけれども、宝箱だけですね。はい、中身は火炎の体験となっております。宝箱マークがついてますのでコンプリート。ではクリアしましょうか。はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、見事祠もクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。